엔티크나뮤지엄갔던거같은데진짜던게에아안보이네한국좋아한국그때밤은많은데관광지야여유가아니잖아 그럼약간이태로하면서조금지가오는거지주리짱하이요코소시골에거기가네할머니집입니다오빠짱의집입니다오빠짱의집아こんにちは이곳에아ります전통가옥日本の電動家屋のみたいな、まあ、エナルスタイルです。なんかヒストリーみたいのドラマって見たことある、うん、この感じ。やっぱり日本の電動家屋が2階か。どうかな、多いね、でもね。うん、ね、見て、うん、全部2階とか。だって2階はお金持ちのハウスの感じはあったけど、だから不思議。とりあえず、周りちょっと見るか。でかいね、家。結構大きいですね。そこに井戸、あの、地下室。これ、変動シンク、アウセイド伝統スタイルですね。あ、これあるじゃん。うん。これリン、リン、リング、そうです。そうです。さあ、こう出てきます。え、あ、アンボイね。超きいっす、水が。あそこ。めっちゃディープじゃん。これユーザーね、これ、ロケハンが。もう使ってないかもね。昔は使ってたけど。よく、ちんちゃ、人を、こうなめん、大だまして。そうね。그래서、リングとか、ゴーストの、タンゴル素材や、これ。こっちに昔は、そう。カウが。あ、よぎ、ちょっと、もや。今は、からじて、車がいて。今、キューはどこ？で、もう、おっそ。もこさ？あま。ここは、いろいろ、ノングが。ああ、うわ、ここも2階や。よっこりがある。ありますね。不思議。トイレもあったんだけど、もうないんかな。ボットン便所っていう。あの、ずっと、これかな。これだ。昔のトイレ？そうそうそう、あのホールだけが。ルケイさんのホールだけあるの。そう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 。全然匂いがないね、今に。もう今全然。うん、面白い。ここ来ると、お風呂がある。ここにお風呂がある？あ、もうクローズしてるわ。およ？何？あ、もうや。あそこに。こっちから見えるな。いや、しんちゃん、お風呂がある。ここお風呂？うん。ここ、え、お風呂が。진짜이렇게昔から이렇게했구나이건진짜지가없네오후로와한국에이렇게昔から있는컬처가잘나있다から뭔가드라마とか히스토리見たら뭔가킹とか귀족たちが오후로하는感じや근데아니일본때普通の人が그냥했던거야昔から普通の人たちは川とか거기서이렇게하는感じがあったけどえなるほど俺もここちっちゃい時こ、ね、そうそうファイヤーそうそうそう、うん、あ、よくさファイヤーして暖かいなくてそう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 え、なるほどうわあ、ちんちゃん昔スタイルだな暖かい水をおっとけがじわっちって思ったあ、すぐにファイヤーしてそう覚えるしすごいじゃんあの、うん、ファイヤーまであのして水が暖かいなら、うん、なんか食べ物とか作るのじゃなくて、糸をぐにゃん、お風呂をぐにゃん、うん、いろけ、はぬんごは。余裕があるじゃん。マジで余裕があるじゃん。好きやったんやな。うん。へぇ、すげぇ、それ。めっちゃ신기하다。これ、アウスターディーズをお風呂하고、フィンランドのサウナや。하고、여기서이렇게하고다시가는거야。マカオはお風呂なしで、もともと。もともとなかったかな。なるほど。え、アウスターディーズはいろけ、これファイヤーが不思議。面白い、これが。この後ろにバンブーのフォレスト、バンブーがあって、あの食べるやつもここでゲットする。ああ、それ、ああ、ちっちゃいね。うんうん。いっぱいあるじゃん。行きますか。こっちとか行くと、バンブーとかが。トトロもあんばっちまん、くろんで治る子がって。誰のうんこかな。うわ、なるほど。不思議。うわ、買った。めっちゃ買ったよね。めっちゃ新인데와こんな新がこんな같아いか에오시기バンブーが이렇게그냥숨어있구나한국그때バンブー많은데관광지야에오시기まだ残ってるやん五右衛門風呂五右衛門風呂かな五右衛門風呂五右衛門風呂っていう名前のそのスタイルがママも近しでしたねママももっともっとハウスあここに住んでたここで黒くてうんリアルのヴィンティージエンティクエンティクここも上にこれモス、これもなんかかっこいい。キメな階に있는パラスみたい。本当？モメイドのハウス、こんなこんな感じ。あ、そうなんや。のイメージがあるんだけど、アジアのモメイド。アジアの。ばあちゃんの。ばあちゃん見てくるわ。ばあちゃんを見てくるわ。田舎だから海のかっこいい。うん。私はそれ超愛。
し、うん、そのこと上げてるからこれがハルモニー、うん、ああ、ハラポチ昔の天皇さんの、うんうん、もうだいぶ、うん、天皇の家だね、うん、今畳、全部畳だ、うん、これはベランダ、これベランダっていうのかな、あのベランダの毛にもいそっそ、なんで縁側って言うんやけど、まあそんな感じのベランダっぽい、ベランダもいいがいそっそ古い家はだいたいこうやってあるウィンドウまで勝ちいる感じで、うんうん、なんか韓国のなんか似てるはめさちょっと違うの感じ、うん、ここは あったけど、うん、アウサイド가능한じゃん、여기서구축가능한じゃんで、うん、ウィンドウがない、あないんや、うん、中のこれが通って、あもう外ない、外、うん、やここは、へえ、うん、で窓があったからベランダっぽいね、うん、そんな感じかな、ここでお茶飲んだりとか、これ私ハルモニー家でも行こいそそん、うん、昔の、うん、懐かしいの感じがある、うん、なんかなんじゃめっちゃめっちゃエンティークじゃこれは、うん、リオールヴィンティージエンティークじゃ、めっちゃ好き、これ見てもいい、うん、こんな普通好き、なんかくて前にホテル갔때도普通こんな感じですよ、うん、これ天童かそれ、いけふわふわ、うん、ベッドの上も畳か畳か、なるほど、部屋めっちゃでかいだ、多いね、家がでかいだ、ここもベランダや、そんな感じやね、あっちこっちベランダにいろけで、ここがリビングキッチンみたいな、このラインたちが全部いろけ斜めってあるじゃん、うん、これも韓国のハルモニー家が全部こんな感じで、あそうなんや、似てるはめさ違ったからそれ보는거が面白い、うんうん、映画セットに行くのがスティックとか、あそうかそうか、めっちゃリアルなやつでかっこいいじゃん、ここはもともとハルモニールームめっちゃコーシーやベッドがこんなめっちゃヨーロッパベッドじゃそれ、そうか、うん、コテンと一緒に있는거가3つの味か、ヨーロッパの雰囲気と、うん、ベッドと一緒にって、근데畳とか、うん、キーとかの、うん、こんなドアとかが、うん、めっちゃミックス、あ、うん、そっか、うん、からなんかめっちゃいい、ちょっと作るのめっちゃ昔スタイルっぽいのエンティークのカフェっぽい、ここってもし、うん、コーヒー売ってるはじゃないか、うん、ここそうね、グラスが全部売って、全部違う、うん、これはこれピカピカ、うん、これは花、うん、これはこう秋の、うん、全部遊んでるワンゴじゃな、わざと、うん、同じワンゴ주세요じゃなくて、全部ここはバラが好き、デザインした、うん、昔から、やっぱり、うんうん、はい、じゃあね、はい、まあまあそんな感じです、ちょっとね、早くて申し訳ない、うん、でもいい、めっちゃ、なんかエンティックなミュージアムがあったのがあって、おー、うん、なんか窓へとこう、なるほど、昔からデザイン好きで、うん、そっかそっか、イモチ、な、よりありがとう、はい、お疲れ様でした、田舎面白かった、面白かったですか、うんうん、日本の映画中で入ってるの気持ちだから、うん、めっちゃ気持ち違った、うん、とても神経っそ、うん、なんか、お、なんでめっちゃお金持ち、日本なんてアニメーションの国やジブリへそ新ちゃん持って流番はおにぎりをくれしたら、そうですね、なので一番欲しいやった。